はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第11弾やっていきます。なのでまずね、この状態でテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。よし、じゃあまた動詞10個ですね、やっていきましょう。まず一つ目、sit ですね、sit。で、これ sit down みたいな、これくっつけてぶつかることが多いんですけど、sit で座るです。椅子とかに座るっていう。で、これ過去形、過去分詞、形変わります。ただ、両方とも同じで、I の部分が A に変わるだけです。sat と言います。これだけで大丈夫。で、次、2、3、ちょっとね、セットで、まあ、気をつけて覚えてください。まず1個目が bake です。bake。で、bake は、焼くです。よく、bakes cake とかで、まあ、ケーキを焼くみたいなことで使ったりします。それだけじゃないですけどね。bake で焼く。で、bake は、まあ、d を、まあ、ed でね、最後 e で終わってるんで、d しかつけないですけど、これで OK です。で、次、burn です。burn。で、burn、なんでセットかっていうと、burn は、燃やすです。あとは、燃えるもありますけど、まあ、どっちかやった方覚えてればね、大丈夫ですね。で、まあ、焼くと燃やす、結構混ざりやすくって、ここ逆にする子が出てきちゃうんで、まあ、それね、気をつけて覚えてください。で、burn は、ちょっと変わってて、2つあるんですよ。過去形、過去分詞、両方形変わらないんですけど、まず、普通に ED つけるだけのパターンと、元々のバーンに T をつけるバーンとですね、これが過去形過去分詞両方あります。いいかな、まあ、地域のによって、まあ、イギリス単語とかね、それでちょっと変わってくるんですけど、ひとまず両方覚えてください。間違っちゃいけないのが、こっちが過去形でこっちが過去分詞ではなくって、過去形過去分詞に両方ある感じです。いいかな。で、次が explain です。explain。アクセント後ろに行きます。explain ですね。で、これで、説明する。explain で説明する。で、これは、規則動詞なので、ed つけるだけで大丈夫です。で、次が meet です。meet。で、meet。これで会うです。人に会うとか。で、過去形過去分詞形変わるんですけど、E を1個取っちゃうだけです。これで met と言います。met。ちなみに meet って、こういう meet もあるの。これ肉の方の meet なんですけど、これ気をつけてください。A になっちゃうと肉の方になっちゃうので、EE の方が合うです。動詞のね。では右側行きましょう。次が surprise です。surprise。アクセント後ろに行きます。で、これは、ま、日本語でサプライズって使ったりするね、人を驚かせるときに使いますけど、なんでも驚かせるとか、今回はね、びっくりさせるの方にしちゃいますけど、ま、日本語にそのまま使ってるので意味は覚えやすいかなと思います。サプライズです。ちょっとね、このスペルが長いので、ここを覚えるの頑張ってください。で、サプライズは、これありがたいことに規則動詞。なので、最後 E だからね、D をつけるだけで OK です。で、次が Move です。Move。で、Move で、これで動く。Move で動くです。で、Move も規則動詞なんですが、最後が E で終わってるので、D をつけるだけで OK です。で、次が Believe です。Believe。で、これはね、believe って歌の歌詞とか、あとは小学校でよく歌うね、believe っていうタイトル の歌もありますけど、これで、信じるです。believe。で、あとね、一応書いておこうかな。ほにゃららと思うっていう、使い方もあるんですが、基本的に信じるを覚えておいてください。で、believe はちょっと長いのと、結構スペルミスが出ます。believe。いいかな？まあ、ちょっとね、E が多いんですけど、気をつけて覚えてください。ただ、過去形過去分詞、これに関しては、規則動詞なので、最後 E だからね、これも D をつけるだけで大丈夫です。で、次もね、日本語でよく使う、ストップってやつです。ストップ。
で、ストップって言うとなんか止まったりするイメージがあるでしょ。だから意味としても、まあ、止めるとか、あとは何かをやめるとかでも使います、ストップ。ただ発音はね、本当はストップじゃないんですよ。これアなんでストップと言います。正しい発音は、まあ、自分もずっとストップって言ってましたけど、そう、ストップが正しい発音になります。で、これ過去形とか使うとき気をつけてください。 P がダブります。最後ダブってからの ED。 いや、これちょっと気をつけましょう。で、最後が鮮度です。鮮度で、これで物とかを送る、まあ、物じゃなくても使えますけどね、何かを送るときに使うのは鮮度で、過去形、過去分詞、形変わるんですが、これ最後の D が T に変わるだけです。 sent で、シンプルなんですけど、結構間違いやすいのが、これを逆にするパターンです。もともとが sent で、過去形、過去分詞が send っていう風に間違うことが結構出てくるところなので、そこもちょっと注意してみてください。いいかな？では、今回はこの10個やらせていただきました。じゃあまた消しながら喋ってね、終わろうかと思うんですけどね。ここでね、黒と青でね。で、前回かなに話もしましたけど、次回までで動詞は一応終了となります。これでね、動詞みんなに100個やってもらったことになりますので、で、まあ、その後には助動詞とか疑問詞とかをちょっとやって、で、ね、名詞と形容詞迷ってるんですけど、まあ、形容詞の方に行こうかなと。まあ、ひとまずね、第15弾で一区切りにはなるので、あと、4つかしかないんですけど、まあ、もしよかったら次回の方もぜひね、見てみてください。よいしょ、ちょっと待ってね。ではいつも通りね、最後10秒、止めて終わりたいと思いますので、まず挨拶の方をさせていただきます。じゃあ今回はね、ここでご視聴いただき本当にありがとうございました。じゃあ次回動詞の最後やっていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。